阿波踊りや人形浄瑠璃といった徳島が誇る阿波文化を丸ごと体験する親子でワクワク阿波文化初めてツアーが11月10日に開催されました。このツアーは今年3月に制定された徳島文化の日を定める条例で、11月の第2日曜日が徳島文化の日と定められたことを記念して開催されたもので、県内の小学生と保護者など抽選で選ばれた36人が参加しました。最初の目的地、藍住町の藍の館では、参加者が阿波藍の歴史を学んだり、ハンカチを染める藍染め体験を楽しみました。次の目的地に向かうバスの中では、ソプラノ歌手の真鍋美恵さんからベートーベン第九の歌唱指導を受け、みんなで合唱。参加者に行き先が秘密にされていた阿波文化サプライズイベントでは、徳島県文化賞の贈呈式と受賞した徳島交響楽団の記念演奏を鑑賞しました。飯泉知事とクルーズ船に乗り込んだ参加者は、昼食を取りながら新町川をクルージング、心地よい風を浴びて水上から阿波の景色を楽しみました。再びバスで向かった阿波十郎兵衛屋敷では、阿波人形浄瑠璃の人形使いにチャレンジした後、京成阿波の鳴門巡礼歌の段を鑑賞。この後バスの中では、焼き餅や阿波ういろう、お嫁さんのお菓子といった阿波のお菓子を味わい、最終目的地となる阿波踊り会館へと向かいました。賑やかなぞめきのリズムの中、踊るアホーとなって阿波文化四大モチーフを完全制覇。阿波の景色や食文化など合わせて7つの阿波文化を体感しました。徳島にはこんな文化があるっていうのが分かってよかったなって思える時があるんじゃないかなと。楽しかったです。11月の第2日曜ですんでね、こうした日にそれを PR をする意味もありましてね、徳島が誇る四大文化、これを次世代の阿波文化徳島を担っていただく子どもさんたちにね、ぜひ体感をしていただこうと、こうした試みも今回開催をいたしまして、阿波文化を存分に楽しんだ子どもたち、その笑顔と思い出は阿波文化の未来にきっとつながっていくでしょう。